はい、黒糖のジョージです。いやー、ほんとね、参りましたわ。もうね、今年の夏もね、またあの猛暑になるということでね、かなりその暑さ対策とかですね、いろんなグッズをですね、まあ、買い込んでですね、まあ、準備万端、いろんなことをしてたんですが、なんともう8月に入りですね、まあ、台風で雨、コロナの第5波で緊急事態とかでですね、全くバイクに乗れない状態でですね、結局なんじゃかんじゃ気がついたらもうこれ8月の終わりですよ。え、こんだけあんたあのお金つぎ込んで暑さ対策してやる気満々だったのに、どうしてくれんのこれ。こんなことならね、ほぼね、去年と同じ装備で我慢してね、なんとかやり過ごせたっちゅう話でね。あー、まあでもまあ9月もね、まだ残暑あるでしょうから、まあそこで多少なりとね、活躍してくれればまあまあ元は取れなくてもまあいいかなとは思いますけどね。まあまあそんなこんなでですね、まああの8月もですね、もう終わろうと、まあ、してるんですが、ちょっとね、この前僕、たまたまね、この刀で高速道路で、ちょっと長距離で、走る機会があって、ちょっと思ったことがあるんで、まあ、ちょっと話をさせていただこうかなと思うんですけども、まずですね、まあ、この刀ですね、普通に、まあ街中乗ってったりですね、この下道の速度域では何の問題もないんですよね。もう本当にね、もうとにかく軽くてね、で止まる発進ね、でそういったものもトルクがねとにかくあるし、もう何の不満もないんですよ。ところがね、この前ちょっとね、長距離の高速道路長時間やっぱり走ってみたらですね、まあ、前からちょっと気にはなってたんですけど、5000回転超えたあたりでちょっとこの微振動、ケツに微振動があるっていう話もしてたんですが、それよりもね、ハンドルの微振動、ですね。なので、大体ね、もう5000回転、だからまあ、100キロ巡航とかでは何の問題もないんですよね、高速でね。で、その速度域でずっと走ってる分には何の問題もないんですけども、まあまあ、それよりももうちょっと、スピード上がってきまして、その辺でずっと長距離を巡航してますと、やっぱりね、ちょっとしんどいですよね。もうハンドルとかに振動もしますし、あとまあネイキッドなんで風ですよね。まあ当然風を受けるっていうのもあって、でね、この前ちょっと、いやーこれじゃあ東京とかあっちの北関東東北とかを、まあ定年後ね、長距離の旅したいなと思ってたけど、こいつではまあまあどうなんだろうなと、長距離移動がやっぱりちょっときついかなというふうに感じまして、でまあそんな中でね、ちょっと気になる、まあこのバイク、まあ、刀を買う前にずっと気になってたんですけど、まあ、いろんな問題があって一旦はね、まあ、諦めたんですけども、それがね、やっぱりちょっとつわらなんですよ。でそもそも僕ずっとはやぶさにも11年で15万キロぐらい乗ってたんで、まあ、やっぱりね、つわらが好きなんです。乗り心地もそうなんですけど、まあ見た目はね SS っぽい感じでかっこよくて、なおかつ長距離が楽に走れるというね、そういう性格のバイクが好きで、で普段は飛ばすわけじゃないんで、まったりこう走っててもね、もう怒涛のトルクでね気持ちよく走れると。で基本的にそんなね峠をガチで攻めに行くわけじゃないんで、まあそういう意味でね、まあ重さだけがネックなんですけどね、そのツアラのね。それ以外はまあ大体私のね使い勝手にね合ってるかなと思ってて、でもちろんねこの刀も全然いいんですよ。僕大変気に入っててね、
好きなんです。でもう普通に日帰りツーリングとかね行くのでもね、もう本当に気持ちよくてね、これはこれでねいいですけど、ただその長距離の旅バイクというのをね考えた時に、やっぱりちょっとこのタンク容量も含めて、どうしても不満があるということで、これではちょっとなかなか遠乗り行けないなということで、まあ、すぐではないんですが、まあまあ1年後ぐらいを目安にですね、ちょっとまあ増車もしくは乗り換えというようなことを考えてますと。落としてへんわ。すごいな。そうだよね。これ、ちょっと欲しいなというな、これ。かっけー。ああ、なるほど。昼間やったら今のがいいですか。いや、私の時は私のメインですね。それ考えたらパニア付けにやったら絶対そっちの方を、そうですね、違いはもうだからカラーリングと電子スツとあとブレーキですね、これ。あーでもいいな、やっぱりかっこいいなこっちな。長距離巡航で走られるんやったら本当に。俺も見た、赤色と銀色のやつ。でもな、これも見たな、この色も見たで。